こんにちは。九州大学総合研究博物館の前田と申します。で、私は九州大学の中でもこの博物館にいるんですけども、実は本家の、地学の本家の九州大学地球学生科学科展覧しておりまして、そこではですね、大体全体で48名、1学年48名の学生を募集するんですけども、まあ、歌子にもですね、栄養入試を含めてですね、入試をされて学生をかき集めるのに苦労しております。で、下の点は、これは、まあ、一般的な全一般入試、いかにかも全一般入試で、その受験者数なんですが、まあ、3年間、大体、定員が全期で30名ぐらい来るんですけども、その、まあ、倍率がせいぜい2倍ぐらいの、で、学生をかき集めるという苦労しております。で、さらにですね、避けないのはですね、その、地学の受験者も、かなり、簡単なのある現状で、九大全体で大体その30名ぐらいの受験者があるんですが、肝心の地学の根拠はですね、地球惑星科学の受験者は実はですね、地学で受験するやつは3名とかですね、4名、しかもその、去年の今年がそんなと枕を縮にしているという、そういう恐ろしい現状で、やっと今年6名受験者がいて、そのうち3名取ったっていうので、作題者がほっと胸をなだれ落ちているという、そういう状況になります。で、そういった状況の中で、今回のシンポジウムのようなことを、まあ、我々末端の、まあ、個人で何ができるかということを考えてお話するんですけど、ちょっとこれは今日お話するのはですね、私が前に勤めていた京都大学 の事例なんですけれども、その学生と教官と一緒になってですね、資料を掘り起こしまして、で全然専門外になってくれても、まあ、結構面白い発見があって、それを市民に公表することまで見つけたというお話をさせていただきたいと思います。で、実際私はもう化石でずっと飯を食っている人間で、こういうこの席のような神学の専門家の方々を前にしてですね、私のような人間が大正高所から関東大震災なんて語るのは非常に恐れ多いんですけれども、まあ、そういうちょっと事例を紹介いたしますので、もし間違いとかそれから不適切な点がございましたら、負担のないご負担をいただければ幸いです。で、関東大震災も社名説法なんですけども、関東大震災というのは1923年、大正12年9月1日午前11時58分32秒に起こった、相模湾沖約80キロを震源とするマグニチュード 7.9 の地震です。で、それでいろんな不幸な事例が重なってですね、死者行方不明者が10万5000人を数えるという未曽有の大惨事になっています。これはよく教科書で引用される隅田川 の元被服昭和都市の惨状でありまして、炎に追われた人たちがですね、最後に見守ってきたんだけども、ここでも最後師匠が襲ってきた炎で焼け死んで、もう焼死体が、それはもうまさに死死というとして、そういう状況の大事態を生んだ都市です。で、私は実は東京品川区の出身なんですけども、品川区の小学校はですね、私もう40何年前を浮かべるんですが、9月1日というとですね、必ずそのどこでも防災訓練はいるんですけども、防災訓練だけではなくてですね、僕らの時はこういう関東大震災を事例にしたそういう訓話であるとか、そういうそのエピソードを語りするとかって、そういうところがもう我々の世代もやられていたような、そういう深い傷跡を残した、そういうその、大きな震災でありました。で、じゃあなんで京都大学と関係あるのかというとですね、ちょっと話がややこしいんですけれども、実は京都大学の総合研究博物館、今明月期の展示やってるところですが、そこに以前ですね、なんか茶色い、チョコレート色に変色して、で、なんか汚いひもにくくったひょっくりのゴミみたいな紙の束がありましてですね、それが危うく捨てられそうになっているところを、館長 の京都研究者の大野さんがですね、ネットで見つけまして、で、それを館のアーカイブの専門、それまで読めませんから、専門家の方の力をお借りしてですね、読めるように、なんか読めるようにしようということをやったらですね、実はその新聞、実は静岡新報という静岡市で発行された新聞の束だったことが分かったんです。で、さらにそれを見てみると、日付が微妙でしてね、大正12年9月3日ですね、私、偶然かどうかはこれからお話しますけども、実は震災の2日後の朝刊でありまして、で、それで確かに第1面を見ると、東京市全市戒厳令、で、それから横浜港全滅とかですね、兵庫県から米4000石を今、神奈川県に輸送とかっていう、そういう物々しい記事がいっぱい並んでおります。で、ちょっと注目していただきながら、後で出るんですが、この清水港から結構その船を出すか出さないかっていう記事が毎回載ってる、そういうその
実はあのこういう震災関係の記事が載っている非常に古い新聞だったことが分かったんです。じゃあこれは偶然かというとですね、実はあの全部が束をあの回していくきちんと見ていきますとですね、実はこの静岡新報が1923年9月2日ですね、震災の1日後からですね、9月17日の朝刊に至るまで、何号か欠損がありますけれども、基本的に合計23点のセットが揃っていることが分かりました。でこれはあの私は全然素人なんでよ、あのメディアの専門家の方にあの個人的にお話を伺うとですね、実はこれ非常に貴重であると。でなぜかというと、この関東大震災の時には東京市内にあった大手新聞社はほとんどあの火災で全滅して、もう新聞出せない状態ではなかった。でかろうじて消失を免れた東京日日新聞が、その4日後の9月5日の夕方になって、そこそこ新聞の開始したんですね。でそういった意味で、その時期のね、リアルタイムのその地震の直後の状況をですね、きちんと記録している、そのメディアが出版されているというのは、これは結構貴重な資料だという、そういうアドバイスをいただきましたので、まあ、同じように興味を持ってくれる大学院生と一緒にですね、これ、化石屋の方面なんですけど、古くて、お宝古い宝があると、見栄え、見栄えるという、そういう習性があるので、学生と一緒にですね、記事をせ、こういうボロボロな新聞ですけれども、暇な時に大学院の、講義やらの曖昧やらかにですね、こういう意味合いさったんですと、我々は読むと言ってもですね、だいぶ論文が回ってきて細かい知識が何年ぐらいですけれども、学生は目合い学生が見るととんでもないものを見つけ出してきましてですね、これは直接審査とは関係ないんですけど、例えば左側、これは大正12年9月7日の業界の記事なんですけれども、50万円の寄贈申し出で調査局で、これは驚きました。本当に全然に我々教科書でしか知らなかった日本史のそういう、目撃証人というのがですね、実は記事になっている。で震災に対して、同情に対すと、で、4日、9月、総領事に対し、銀50万円に相当する救急品を被災者に寄贈すべく、差し当たり、ハルピンより、小麦粉20万袋のうんぬんっていう、そういう記事がまさに言って、こういう昭和史を1ページを発掘したような、そういうこともありました。で、新潟橋のもっと問題がありましてですね、僕らはもういろいろ日本の歴史を近代史を教わるんですけども、関東大震災の時に、関半島出身の人たちが井戸水に毒を飲み込んだという、そのデマが広がって、そのために逆にリンチを受けて、非常に多くの方が亡くなったという、我々日本史近代史の間に非常に汚点というべき事件があるんですけども、実はそれに関係しておりましてですね、不定先人というこういう関する記事があります。でこれは実はアウトリーチという意味で博物館の展示をもらったんですけども、この部分を隠すのにモザイクで隠すのにちょっとあれだと思って結構苦労したんですけども、そういう記事も生々しく言っています。ただし救いはですね、これは実は静岡警察署長が実は不定先人とか言って有限飛行がはびこってるけども、そんな事実はないんで、お前ら収まるんです、冷静になるという、むしろブレーキをかけるような事だったのが、ちょっと救いなんですけども、こういう僕らは考えてもいなかったような記事を、その若い大学院生の連中が、こんなのもありましたよっていうので、いろいろ見つけ出してくれたんです。ところが、疑問が残って、まあ、確かに貴重なのはいいんだけども、でなんで教団やるのか、なぜ静岡新聞なのかっていうこと、新報なのかっていうか、全然これは分からなかった。でそういった謎が実はですね、そのロゼッタストーンみたいなやつがですね、実は見つかりまして、それが全然場所が違うところにあった謎と鍵が実は発見されたわけです。発見したわけです。どこにあるかというと、理学部の京都大学の地質学高校教室の書庫にですね、いろんな先人、今までの先生方のフィールドの野外調査の時に使ったああいうの手帳がですね、非常にこれも本当に捨てられる心配があったんですけども、古い段ボールとかでこさくさってまとめて出されてあります。で、そういったやつをですね、なんかあるんじゃないかっていうので、独特のフィルターでですね、探してみると、実は小川拓司先生のフィールドノートというのが見つかりました。で、小川拓司先生というのはご存知の方多いと思うんですが、実は湯川秀樹博士の実のお父さんに当たるんです。そして、京都帝国大学の地質学鉱物学科の初代の主任教授を務められた方で、一応その経歴としては、関東大震災の調査を指揮したということは当たっているんですが、実は、どこで何をやったかということが全然今まで分かってなかったんです。
で、この方のフィードノートですね、いろいろその見て、実はなかなか読みづらいんですけども、いろいろああだこうだってやってるうちにですね、実はそのフィールドノートの中に3枚のハガキが挟まっていることを発見しました。実はこれがロセッタストーンになりました。で、これはちょっと今ちょっと当たってないんですけども、ここにスタンプがですね、1000ドルのスタンプが押されておりまして、まあ、まさに当時のものですね。それで1、2、3という投資番号を伝える3枚になっております。で、宛先は小川拓司先生で、先生は京都のご自宅宛てです。で、差出人は誰かというと、これはちょっと見づらいんですけども、静岡市、停車場前のこれは大公館の旅館ですね。旅館から出されたもので、差出人がこれは本間不二雄という方で、この方は当時新進系 の若手の助手を務めて、兄弟の助手を務めておられた方ですね。ですので、消印をちょっと拡大してちょっと見たいんですが、これは消印が静岡で、大正12年の9月3日です。だから震災後2日後に出された手紙、静岡から出された手紙であることがあったわけです。で、これから分かったことはですね、実はかなり京都大学、慶応大学というのは初動、大震災に対する初動がはっきりしていて、まずその小川拓司の命令のほうにその先遣隊を組織した。で、その先本間不二雄とする先遣隊を組織して、本間不二雄が少なくとも震災が起こった後48時間以内に一番その前線基地の静岡までに展開して、そこで情報収集を行っている。で、それで静岡を拠点にして、その、京都本部から京大の小川に逐一現地の情報を報告していたという、そういうそのストーリーが読み入ってくるわけです。で、中身はこれです。これは3枚となって順番に並べたもので、これは3枚別々のものではなくて、ご覧のように1、2、3というまさにこの3枚ワンセットの内容であることが分かりました。で、これはさすがに本当はこのくらいきちんと読めなきゃいけないんですけども、なかなかそのきつすぎて読めないこともありますので、今日は博物館の岩崎先生であるとか、それから個人的にその知り合いのこういう書とか詳しい浜田さんというか、この方実は面白い経歴で、タイムのゼロスのパイロットなんかだったんですけども、まあ、そういう方にお願いしてですね、どういうことが書いてあるのかと聞いたら、実は非常に面白いことが分かりまして、その生々しいその当時の様子が分かります。で、ちょっと暗くて見づらいんで、大事なところだけはご説明なんですけども、背景、本庁静岡市役9時より雨と愛なり騒動、静岡市の、旅館は状況の人、箱根町よりの避難者にて満員、ここ大東館には外人も多数宿泊いたしており騒動、京都発午後11時25分の一等急行を取り引き、まあ、運休ですね、11時55分発には旅行車1台と3頭のみ騒動の間、この列車利用はスコブル不明に騒動、非常にその固い椅子しかない2等の夜行列車で、とにかくなるべく早く現地に行こうとしたということが分かります。それから、箱根町にて屋根の下に敷かれ、救われ、辛くも免れ来たる人の話によれば、箱根町中、倒壊せざるは郵便局のみの余地、ね、それから、箱根町より堂ヶ島方面への一番に一つをとっても通行不可能という、そういうその箱根付近の損害が非常に良かったので、箱根の側から西岡の方に人が命から落下してきたということが、手に取るように分かります。などいろんなことが書いてありまして、本庁、県庁に捜査本部を置いて、そのさらにその最前線基地を沼津に置いたということが書いてありまして、でそれで、ここに今後、シリーズ校より規制が果たして執行出発できないかも伺われることの、本当にその、まあ、シリーズ校が一応なんかその重要な拠点になっていることが分かります。それから小田原は震災火災解消にて、津波ですね、大惨事の地震騒動で、いろいろ書いてあって、一番最後にですね、これが実は驚いたんですけども、最後2行ですね、新聞は9月1日より以降の静岡新報及び民友新聞を先生御宅及び教室宛てに注文いたし候という一文があるのが分かりました。これのおかげで、実は全然無関係と思われていた古新聞のタワーですね、あれが実は決してどうでもいいものではなくて、この小川拓司の命令で送られた本間不二雄が静岡に前線キャンプを設けて、そこで可能な限りその現地の震災の情報を取るために、その現地の新聞社や直
接交渉して新聞を京都に送ってた、メディア情報を送ってたということがこれで初めて分かったんです。でさらにですね、その2週間後になると小川拓司博士はそのままあのです、ね、調査に参加して、あの伊豆山の初島ですね、初島のあたりに地盤が隆起しているのを見てですね、地震と同時に隆起したことは明瞭で、今回の地震が造山性の地震である調査であるというふうに書いてあるんですけど、当然当時そのまだプレート境界型の地震とかって概念がない時代だったのに関わらず、もう当時としては非常にかなり正確な、ね、評価をすでに出口に下されているということが、この新聞から内視ができました。でこれが最後のスライドです。でそうやって見ると私たち全く一つだったんですけども、実はいくつかこういう古い資料を自分の手で見つけることによって一つのストーリーが分かる。で、あのこれはあの左上の図は、これは五ノ井竹村らによる関東大震災におけるその木造家屋の倒壊率を示した、まあ、一般的なあの一般向けのあれなんですけども、ご覧のようにあの、実は神奈川県にですね、あの非常にその被害に集中しているということがご覧になると分かります。で実はそのある意味その関東大震災というのはあの神奈川大震災であって、本来東京が潰れても横浜とか横須賀とか小川とかそういうスペアの都市があるはずなんだけども、こちらの方がむしろ大被害を受けて交通が遮断され、物資もあの供給が取られたために、実はどこが代わりになったかというと、最寄りの県と主催地で実は静岡が、静岡市というのが実はその震災で、ね、情報とか救援の中心地になったというバックグラウンドがよく見えてきたんです。でそのためにその清水港っていうのが重要なキーワードになって、ここから地災民を輸送したり、あるいは救援物資を東京に送ったりするっていう意味で、実はそういった意味でもここが非常に重要なことになってきた。でそういったところを理解し、あの考えると、その京都大学の宣言部隊っていうのは、いち早くその一番近く最寄りあの現地あの正常に機能している前線基地として静岡を選んで、そこに 前線基地を設けて、そこでいろいろその被災者スパイの活動を行っていたという、そういうことが見えてきて、実は2つの資料というのはこういうあの同じルーツであるということが今回調べてみて、あの初めて分かって、あの僕ら仕事内に分かって非常に楽しかったです。でこういうあの新聞やなんかをですね、あのアウターし、博物館で公演、資金を公表して、それなりにあの公表いただいたんですけれども、これはまだ出発点に過ぎなくてですね、まあ、我々もご仕事でここまでやった、これは出発点で、さらにですね、あの地震学の専門家であるとか、防災のエキスパートなんかがですね、こういう資料にもし興味を持ちだったら、さらにそれをあの専門立場から、より適切な深い考察、分析を加えていただければ、もっとあのレベルの高いアウトリーチになるのではないかというふうに考えております。以上です。ありますので、ちょっとその辺は少しいろいろな方の知恵をお借りして、活用できればと思います。